こんにちは、アンナスです。今日も、質問が届いたので答えていきます。ハンカチなど布の隅に刺繍するとき、布が刺繍枠のサイズに足りない場合はどのように刺繍されていますか？刺繍枠なしでやるしかないのでしょうか？ということで、ハンカチの隅に刺繍するっていうご質問なんですけども、ハンカチとあと襟もそうですね、あの端っこの方に刺繍するって話なので、ちょっと考え方が同じなので、布の隅に刺繍するときはどうすればいいかっていうのをちょっと手元の方で説明したいと思います。それではどうぞ。それではちょっと説明をする前に、これは、ワードローブの本でやった絵の刺繍ですね。でこれはそのもう一個前の青い本、アンナスの草花と動物の可愛い刺繍っていう本でやった襟の刺繍ですね。まあ、こういう感じで襟に刺繍する時ってもう既製品に刺繍してしまうのでちょっと刺しにくいんですよね、布が小さいので。なのでどうやって枠をはめるかという話なんですけど、なんか最近流行りなのか襟がすごいちっちゃいものが多くてすごい刺しにくいんですけど、でもちっちゃい刺繍枠は持っていたらもう無理やり枠はめてください。ボタンとかちょっと外してもらって、まあ、少し空いてるぐらいだったらいいので、まあ、これぐらい。ただちょっとやっぱ木のところに当たるからちょっとやりづらいといえばやりづらいんですよね。もうちょっと真ん中あたりだったらいいんですけど、でも端っこが可愛いので無理やり刺す、枠つけるっていう方法がまず一つなんですけど、もう一つは端切れを縫い足します。これ普通に玉留めでちょっと刺繍に、刺繍の方にかからないのはこっちでやってみようか。ここにざっくり縫い付けます。なので後で刺繍糸じゃない、このこれだけ取ってしまうので、後で取るときに楽なようにあんまり細かく刺してしまうと良くないですね。よいしょ、これで、まあ、片方だけでもいいし、完全に全面に刺繍枠に隙間がないようにしたい場合は、ちょっと玉留めが手が滑って指紋が減ってきてるんですか、こんな感じで。あまりこの重ねる部分を多くすると刺繍の邪魔になるので、これハンカチの時もそうです。ハンカチの時は割と内側に図案を写すっていうのも一つなんですけど、どうしても端っこにじゃないと可愛くないみたいな図案もあると思うので、そういう時はこうやって端切れを縫い足して大きい布の状態にしてから、これで枠をはめると、ここ隙間空いてましたね。ここも縫うといいですね。こんな感じで刺繍すれば枠も貼りやすいです。以上です。いかがでしたか？まだまだ質問も受け付けてます。メールアドレスの方にお願いします。それではさようなら。